どっちやねんみたいなのあるよね。まあ、今のもエセカンサイレンスなんだけど。うぃー、まさきの家に行くのか、もう終わってんだよ。帰り道だ、残念ながら。俺は船のチケットもらってきてんだよ。あ、山男か。これはちょっときついか。やべえ、岩国、あー。相性ありえ、ピッピ。往復便ただってノーマルだもんね。ポケモン入れ替える。マンキーでこう。今のは間違ってないですよ。あ、ほんとだ。プッチンプリン、プリン、ビッグプリンってほんとだ。ケタグリ。まず歌おうぜ。うん。お前プリン、誰やプリン、せやかてる。なんでもありやね。よいしょ。おし。イワークなんぞ、恐るるに足らず。山男。ああ、一体だけか。早く回復してあげよう。てか、偶然手に入った、あいつだ。名前が出てこない。こいつもやっとこうかな。あ、やったんだ。北海道限定、白いなんか、ブラックサンダーあるんだ。どっちやねん。白いブラックサンダーって白いのか黒いのかわかんねえな。お土産でくれたんだ、修学旅行。へえ。あ、そっか、関西の人は逆にそうか、修学旅行とか、関西行かないもんね。なんか、京都とか、奈良とか、巨奈良。まあいいや。はい、じゃあちょっと、ポケモンセンター行って。うん。もらった人影がどれだけ強いかを見よう。最悪それでちょっと育てる。て育てた方がいいよな。うん。巨奈良。一旦預けて。結構レベル高いな。バタフリー一旦預けて、で、ポケモン連れてくで、人影10レベか。どうしよっかな。一応引き取って育ててみる？うん。いやでもな、今10レベなんて多分きついもんな。人影。ちょっと様子見よう。鳴き声引っかくキノコ、ヒノコか。ああ、どうしよっかな。ちょっといいかな、ちゃんとパーティーバランスね、どうしようかなと思って。今結構考えてはいるのよ。ちょっと割と割れてる。火属性いらないかな。ニドリーのピッピ。あーでもな、ここでなんかノーマル系が被ってる気がするんだよな。キノコ。ちょっと、なんかよれてるな。このタイプ、難しいよね。ちょっと連れてくれ。じゃあ一応とりあえずバタフリー連れて。いるではなく、いるです。よし。一旦回復させよう、まずは。よいしょ。このタイプは今まで持ってはないね。なら。だから、人影が一番、最初の火属性だと思うよ。火属性が。ああ、高校野球ね。うちのエリカのために、ああ、なるほどね。エリカは草ポケモン、草ポケモンは最悪なんかこう、ピジョンがいるから、その風でごまかし効くんじゃねえかな。こいつないよ。気づいたポケモン世話してるでさ、そう、大事にしてくれるトレーナー探してるの。俺なんだ、俺がさ、っていう。うん。俺は、育てるよ。なんて思うんですけど、ダメかな。どうしよう。とりあえず、さっきのちょっと、こう、開いてるようになってる。うぅ荒らされて。ただ、ポケモンに穴を掘らせて、きっとまだ悪巧みを考えてるのよ。いや。偉いことになってるな。だいぶ。クーロケットダメ。俺の家をこんなにしやがって。盗まれた技マシンはマンキーやサンドに地面に穴を掘る技を教えたものだ。あれは高かったのに。ここに一人いるんですが。よう、どうした？あ、こら、人の家の庭に入んない。いや、お前は、ただの通りすがりだ。全然怪しくないよ。怪しい？おい。いるぞ、そこに。封鎖しとけ、ちゃんと。あ、ポケモン順番間違えた。緑の。大丈夫か、これポケモン入れ替えよう。急いでピジョンに。明らかに怪しいのが一人いたから。早く封鎖しとけ。あー、ムーナイ急所に当たるのかよ。風起こし。あれマジか。全然いかんな。やべ、つつくかなんかねえの、これ。やべ、ピジョンこれ犬死にな気がする。やばい。マジか、危ない。急所に、なんで急所に当たるの、相手の。そうでござんしたか。倒せ。おー、マジか。うっそ。
いや、これは普通にちょっと、あーマジか、バタフリーで行こう。さあバタフリー、念力でもやってしまえ。急所当たった、効果抜群なのか。間違えた。うん、でスリープ、ポケモン入れ替えない。あ、これまずいかもしれん。念力多分これ今一つだよな、攻撃ダメージ。ねえ、させられる。やべ、あー、これは普通に間違えた。また遊びに来てくださいね。あぶね、あー、もうまた、もう連打やだ。連打ばっかやってるからこんなになっちゃうんだよな。あー、また連打しちゃった。まあいいや、もうバタフリー、いやバタフリー頑張った。起き上がったところで何もできねえもんな、これ死んじゃうぞこれ。うー、お互いに今一つでもないポケモン入れ替えます。お前な、ほんとごめん。あの、なんか忘れちゃう。なんかもう連打してると分かんなくなっちゃうんだよな。やっつけよう。角でつく。エスパーにはゴーストが効くんだ。なるほどね。あー、また。むっくー。緑の頑張って起きて。大丈夫、多分効かねえから相手の攻撃。効いてるー。めっちゃ効くじゃない。やばいやばい。はたくで済んでよかった。いけ。うー、なに、二度蹴りならいい。やべ。効いてるーっつって。バタフリーなんとか倒したぞ。ひょ、まいった。もうしない。見逃してくれ。やだね。ジョイさん、ここにいるぞーっと。お、ありがとう。穴を掘るか。何かに使えるかな。あ、いや、おい、なんで逃して、おい。ふっ。追っかけなさいよ。ディグだ、穴。え、いいのそれ。ちょっと、諦めたの。穴掘り、はい。穴を掘ると穴掘りで違うの。ロケット弾、ポケモンに穴を掘らせて、あ、これさっきと同じだ。さっき逃げたぜ。お、違う、これピカチュウだ。元気だね。ちょっと、かわいそうに。いや。今いた、うん。今いたから、ちょっと、操作しなさい、あなた。おい、逃してんじゃない、普通に。なんでザルだな、シェンも。もうちょっと頑張れよ。とりあえず預けましょう。無能警察、ほんとだよ。頑張ってくれ、そこは。腰で、うん。ういっ。また残りお待ちしております。どうしよっかなーと。ここ行き止まりか。あ、ロケット弾ですか。いつもお仕事お疲れ様です。待て、ロケットだ。後になって気づくパターンのやつだね。ここだけ進めちゃったらセーブするしかない。これ行き止まりなんだよな、ここ。マップ的にはどうしよっか。使う。右か。右に行こう。不思議だね。もう、いやね、さっき、これでもらえるのか、さっき進めたから。それあり得るな。すいません、不思議なんでください。うん。そう、鳥の探してるの、俺、うん。めっちゃ大事にしますけどね。パーティー開けないと、うん、さっきやったんだよ、パーティー開けて。うん。さっきパーティー開けてダメだったんだよね。最初の方にやった。枠開いてないけど、さっきやったんだよ、それで。なぜか。って、あのね、なぜ、なぜかわかんないけどね、ちょっと、一応やってみようか、じゃあ。終了まであと5分になりました。預ける。で、バターフリー預けるか。レッツトライ。いいよね、今開いてるよね、じゃあ。一個空いてると。じゃあその状態で行ってみたいと思います。ほい。さあ、ちょっとどうだい？不思議なんです。すっかり元気になったし、大事にしてくれるトレーナー、おい。俺のここ空いてますよ。無視。な。なんで？いいじゃん！三匹起こせよ。おい、一かけもらっただけで満足してる俺じゃないんだよ。ダメか。人影は何のなんかためらいもなくもらえたんだけどね。
ためらいもなくっていう表現があれだけど。じゃあパタフリもう一回、はい、引き取る。なんでだろうね。ちょっと怖いな。終了まであと4分になりました。じゃあちょっと先へ進みましょう。どうしよっか。とりあえずこっちで合ってるのかなと思うんだけど。居合切りだ、居合切りをね、どこで手に入れるかっていうのもあるんだよな。先に。ここ行き止まりか。で、あ、でもその先も行き止まりだったもんな、さっき。どうしよう。ここじゃ行けねえってことは、一旦戻るしかねえってことか。ゆえに。いや、でもなんか、どっかで居合切りもらえねえかな。難しいな。あ、いや、すいません、次枠ね、ちょっとね、別の企画やっていいっすか。ちょっとだけね、ちょっと、はい。ロケット団倒したところから、さっきの終了まであと3分になりました。ここじゃないのね。ちょっと待って。ちょっとね、今行き止まりだった。上のとこ確かだけどね。ちょっとパワープロをね、少しね、ちょっと皆さんと、いろいろアドバイスをもらいながらっていうやりたいんで。あ、いけそうだな。いける。なんだ?いけた。あ、ダメだー。サクセスというよりかはね、ちょっとまだ別なんだけども。まあ、それはちょっと見に来てください。いけなかったー。あ、こっちから。どうだこの道。おーおー、いけた。ここか。これだ。え、なにこれ?こんな簡単、なんか、こんな、あっさりと。え、これも街かこれ?違う、これ次の街じゃねえかこれ。え、どここれ?どこちょっと。サクセスの方じゃなくて。地下通路。あ、地下通路か。なるほど。ピカチュウの尻尾かわいい。あー、このなんか、ケツフルって表現。ケツフルって表現絶対良くねえな。なるほど、かわいいね。地下通路か、これ。あ、じゃあ、ここ正解だ、多分。その間の建物行かないのって、ここ行けねえんだよ。ふん。入れない。そこも、何か入り口があるのかな、多分。行けるの?あ、そう。行ける。ほんとだ、これだ。こっからじゃあ降りて。上で段差で降りれますよ。なるほどね。誰だ、ここの家は。ちょっとすいません。お話を聞きに来ました。誰これ?この人。わしは育て屋さんだ!育て屋さんだ!はい。また来なさいよ。育て屋さんがいるの。何を育つためにね。あー、くそ!連れてくるのか!めんどくせえ!まあいいや、これ大事だでも。育て屋さんはね。というわけで次回。こんなところに?あ、そうっていう。ポケモン下押しすぎてそのまま行っちゃうっていうね。あー、嫌なやつだよ、これ。こっちから入れんの?あ、入れる。私、真面目な警備員。はぁ、喉が渇いた。おっと、そっちは今、通行禁止だよ。だって。はぁ、なるほど。ってことは、この地下通路を通らなきゃいけないわけだな。次はどこだ?クチバシティへ行きましょう。ということで。では、また、次回の動画でお会いしましょう。レポートするぜ。ピカチュウどうしよう、本当に。はい、というわけでまた。ワイロオーケー。あぁ、なるほどね。その手があったか。はい、というわけで、お疲れ様でした。ちょっと早かったかな、終わるの。よう、うか。元気してるか?その声は?はい、ということで、どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか、レイでございます。はい、というわけで、実は今回、私、ウカとレイくん、この二人で、実況プレイしていきたいと思います。メタルギアソリッドピースウォーカー、ウカとレイで、ウカレイズと。いう感じでやっていきたいと思います。はい